おはよう、セミ。なぜかセミが来るうちになりました。朝がそこで鳴いたら面白いのに。ぽちゃん気づくかな。おはよう、セミ。鳴いてみ。泣かないセね。ミ。セミ、セミ。朝が来るにさ、生まれるんだね、こんな細いのそうに。ね。セミー。はい、じゃんくんぽんちゃん、おはよう。いたんだよ、ジャンくん。ジャンくん寝てた時、セミさんいたんだよ。窓際にこの人たちいたら大騒ぎだったかな。に騒がないんだよな、虫さんとかいても。じゃ、顔を取ろうとすると反対向いちゃうの。ジャン君、ジャン君、呼ばれてるよ。ジャン君、はい。ポンちゃん、あっち行っちゃったの。ジャン君。ジャン君。近い、近い、近い。じゃあ見に行こうか。よいしょ。ポンちゃんはここを自分で開けて出て行きました。そして多分ここも自分で開けて入りました。はい、そしてここにいます。はい、ジェン君。ジャン君、面白いね。ポンちゃんは一人で全部何でもやるんだね。ジャン君はポンちゃんが向こうに行くと「そっち行くなよ、帰っておいでよ」って言って諦めてこっち来るのね。ね。ただ見るだけの勉強を、プチモンキーレンチさんのずっと見ています。割と細かくちゃんと、初心者にも分かりやすいように説明はしてくれるている方ですかね。なので、ポンちゃん、今日は黒猫の日なんだそうですよ。そうですよ。8月17。17日は
黒猫感謝の日。やっぱいいな。な、8月17日ってことだね。え、そうなの。黒猫やっぱいいなっていうことでした。うん、黒猫さんはいいよね。ちょっと調べてみようかね。何がどうして黒猫の日なのか、うん、やっぱいいなかもしれないです。ポンちゃん、ポンちゃんおくつろぎのようですね。じゃんけん、もう黒ケンパパ眠くてですね、11時ちょっと前なんですが、布団を敷きます。おやすみ、おやすみ。